まあちょっと絵を描くものとして、少々感じてることが、どうも実生活と美術がなんか離れすぎてしまってるっていう気が、普段してまるして、で、これから先に新しい、まあ、絵を考えるっていう時に、まず生活に根ざした在り方っていうのを探るべきなんじゃないかっていう思いがありまして、はい、それでまず、先人の知恵を、まあ温故知新じゃないですけど尋ねることから、今の生活っていうのを眺めてみて、じゃあその先に何ができるだろうかっていうのを考える、そういう目的でこの展覧会を企画しました。これは、この絵の、インスピレーションの元っていうのは、禅画の猿が、水辺に映っている月を救うっていう、そこからの派生している絵なんですけど、はい、まあ書いてある文字はフランスのベルレーヌっていう詩人が月について、作った詩の一節で、はい、でさあみんなで夢見ようっていう意味が書いてあるんですけど、はい、でその夢を見ようっていうのは、まあ本来猿は救えもしない月を救おうとしているんだけど、まあ今回は仏様のありがたい言葉を救おうとしている。なるほど、はい、でそれは救えもしないことを一生懸命やる、まあ愚かさでもあるんだけど、それはまあ自分自身のことでもあるんですけど、まあそれを夢見るぐらいはいいじゃないかっていうような絵です。今回のことで描くときに思ったのは、異なるものとのものを同じ画面の中に入れる共存というものをテーマにしたりしました、はい、この前の作品はやっぱり墨作品なのであんまり色も淡くしか使わなかったんですけど、これがちょっと古いんですが本当に薄らしか入れなかったんですね。だけど今回は、原色に近いというか強い色と墨を違うものを同じ画面に入れて響き合わせてみたいなって思って、で何年か前から少しずつチャレンジしたんですけど、違う紙をやると墨のにじみがなかったりして、墨の作品に使える紙で絵の具を入れ込んで一つの画面にしてみたいなっていうのが何年か前からのテーマとしてあったんです。それで今回は何回かチャレンジしているうちに、一番強めの絵の具と強めの墨、淡めの色よりはちょっと強めの墨と、でも墨色が単調に見えないような描き方になるようにしながら強い色との共存をしてみたいっていうのが今回のテーマです。これまでは白い紙に、細い線でこういう形で描いていることが多かったんですけど、銀の上に描いたら、その線が見えたり見えなくなったり、あとこう部屋の色を銀が映してなんかこう同化したりとか、なんかそれが面白いなと思って今回は銀に描きました、はい、そうですね、前にも銀を貼ってた時があるんですけど、その時は人物の図柄は箔を貼らないで周りだけ貼ってたんですけど、今回はもう銀の上に線を描こうと思いました、はい、初めてです、はい、今回花崗蝶にしようと思ったきっかけは、はい、こういう軸や屏風を扱う展示になるということで、その長板、屏風の長板、紙長板、蝶つがいの話が割と出ていて、でそれと作品をなんか直結して考えたいなっていうところから、なんか蝶が、はい、増えてきました。
蝶つながりで、そのこの動きそのものがやはり蝶に似ているということで、まあ、蝶つがいもついている、その名前がついているですけれども、その機能というか、あの屏風のどちらにも折れて蝶のように見えるっていうところと、なんか蝶そのものを何ていうか、そのまま描こうと思ったっていうきっかけがあります。はい、そうですね、はい、写ったもう片方で、あの1羽の蝶に見えるように、写り込みで見えるように作りました。